今日はサッカーにまつわる質問を5つお伺いします。元選手で現在サッカースクール経営という同じようなお立場からオーストラリアタイでどのようなサッカーで違いがあるのか見てくださっている皆さんにお伝えできればと思います。では早速始めていきましょう。質問に対して当てはまる方は挙手でお願いします。はい、はい、では質問その1、海外リーグでのプレーは楽しかった？田代さん。はい、楽しかったです、もちろん。どんな感じで、やっぱり文化とかが違うからですか？まあ、僕そのさっきも話したように、その英語圏でやっぱサッカーするっていうのが30超えてからのこう自分の中で目標になってたので、サッカーの練習の時もそうですし、試合の時も、まあ、僕以外全員要は英語喋る人たちばっかりで、はい、当たり前なんですけど、それがなんか、あ、やっと海外来れたっていう、いやもう試合終わった後にみんなでこう歌いながら喜んだりするシーンとかをこうその中の輪に入るだけで、あ、なんかこういう風なこの目標の達成の仕方ってすごい、こうなんていうんですかね、自分の中でまた全然違うサッカーのキャリアを積めたんで、すごい楽しかったです、その輪にいることが。もう環境悪くなるのはまあ分かってて行ったんで、はい、むしろ思ったより環境も悪くないしって思いながら、なんかそういうラインはすごい下げていったから、もう楽しさの方がもうだいぶ大きかったですね。うん、いいですね。なんかそういうイメージを海外挑戦には抱きがちなんですけど、多田さんは逆になぜ？僕はその、まあ、ユーゾーはもちろん分かると思うんだけど、サッカーどのレベルでサッカーやってても、なんかこう選手のとの目標が一緒であればあるほど、近ければ近いほど楽しいと思えると思う。目的が近ければね、例えば何かの大会に優勝しようとか、この試合勝とうとか、何でもいいとは思うんだけど、それも強いチームだから目標が高いとかじゃなくて、選手の個々の話だと思うんだけど、タイリーグであったエピソードで言うと、俺が所属してたチームは本当高校生とか大学生とかを多く抱えているようなチームで、駆け出しのとか育成をより強化していきましょう、強くやっていきましょうというチームだったんだけど、ある試合で負けてサポーターのところに挨拶行くときに、その高校生とか大学生の子たちがヘラヘラと笑いながら挨拶に行くっていうのが何試合かあって、でそれは違うと、サポーターの人はお金払って試合を見に来てて、で、勝つ試合、頑張ってる試合を見たい、で負けた後にやる行動はあると思う話をしたときに、コーチが、大輔もやめろと、彼らは子供だからそれを言ってもしょうがないみたいなことを言われて、でプロリーグなので、子供とか大人は関係ない、お金もらって仕事をしてるサッカーをしてる以上役割があるし、それを全うできないんだったらプロのリーグでする必要はない、アマチュアのリーグでサッカーすればいいと思うしっていうのを、コーチからチームから言えない組織がまだまだタイなんだって当時思って、いやその中でなんかこう勝つためにとかレベルアップするためにやろうぜっていうのが、そもそもなんか俺だけ一人場違いというかっていう感じたことがあって、チーム練習もだし、やっぱりぬるいっていうのはすごい感じたことがあって、温度差が随分あるんですね。うん、ありましたね。すごいこうやってて物足りないというか、練習してても自陣のゴール前で相手選手の股抜きして喜ぶみたいな、うん、どうした、何をやってんのみたいな、何が楽しいこれのみたいなのがやっぱり練習でも試合でもあって、目的があんまり一緒じゃないのかなというのは感じたことがありますね。うん、そこで確かになんか温度差というか気持ちに差が生まれちゃうと、ちょっとモチベーションの維持も難しくなっちゃいますよね。じゃあ第2問、給料は日本にいた時と比べて上がったシーンですね。いや上がんないです僕は。郵送が上がったら偉いことだからね。はい、上がんない。でもオーストラリアは物価の話が違うじゃないだ、日本のよりは高いって聞くと、うん、
タイムはね、3分の1っていうんで、下がるのがある程度当たり前ってわけでもないけど、それでも生活水準が落ちるかというとそうでもないとは思ってるんですけど、うん、そこで、そのあたりで困ったことってある？まあ、やっぱ物価高いのは困ったけど、それよりやっぱ英語圏で最後サッカーをしながらセカンドキャリアにつなげるっていうのをもう目標にしてたから、アメリカに行こうとした時はやっぱ給料もある程度こだわりながら行ったけど、もう引退間近だったから、あ、もう別にいくらでも行こうかなっていう気持ちになってたから、まあ重要っちゃ重要だけど、まあそのローカルの中ではすごいもらってたけど、じゃあ J リーグの、まあ、もらってた給料に比べたらもう全然低かったけど、まあそれなりの満足感があったから、まあ、覚悟していった分そこに別に文句は全くなかったですけどね。例えば外国人選手として迎えてもらうわけじゃん、うん、例えば住むところここどうですかとか、うん、住むところはチームで持ちますよとかもあるの？あるけど、うん、ほとんどはなくて、でも僕の場合は家もつけてくれました。うん、車もとか？ん？あ、車はなくて、もう家はもともと来るときになんかビーチ沿いの家を借りてやるって言ってくれて、で、そう、うん、でそれで、まあ、家は、まあ、でも契約期間が半年しかないから、結局半年分しか、あ、そういうことか。だから、あとの半年は結局自分で払わなきゃいけなかったですけどね。うん、オーストラリアはなんか住む環境もすごい良さそうですよね。そんなイメージが。オーストラリア永住って言われると羨ましいよね。羨ましいですね。めちゃくちゃいいですよ、マジで。他は住んだことないから分かんないですけど、僕は好きです、めちゃくちゃ。じゃあ日本に帰るっていうのはあんまり考えてない？今のところは考えてないね。そんな、まあ、オーストラリアもタイも結構住み心地は良いんじゃないかなと思うんですけど、そこで第3問、それぞれの国でトラブル、怖い思いをしたことがある？怖い思いはありますね。2人とも、田代さんはどのような経験？怖い思いはね、正直ないですね。治安も結構いいし、夜、まあ変な人はいるけど、やっぱまあ酔っ払いみたいなのかな。でもトラブルっていうか、やっぱ仕事が遅いから、日本に比べたら全部遅いから、初めて家に、そのマンションに家族で入った時に、バスケットのチームとサッカーのチームが同じオーナーだったのね。いや、うちのウロンゴンウルブスっていうチームと、ウロンゴンにある要はバスケットのプロリーグのオーナーが一緒で、そのバスケットのシーズンが終わったら家、アメリカ人が帰るからアメリカに、そこに入ってくれって言われて、マンション、あ、同じ部屋に、そうそうそう、はい、要はもうチームとして借りてるから、で要は見ることもできなくて、でもう出た瞬間入ったんですよ。そしたらもうダイニングテーブルのそのチェアが6個あったんですけど、もう劣化しまくってて、もう座ったら粉がもうめちゃくちゃつくんですよ、お尻。粉がもうむしろ下に落ちてて、でも座れる状態がなじゃなくて、これちょっと、まあ、英語喋れないから、こうやってちょっと椅子さして、これ大丈夫かなみたいな感じで言ったら、あ、これすぐ新しいのに変えてもらうからって言って、でオーナーが話してくれて、したらもう待てど暮らせど全然そのチェアを変えてくれずに、要はもう座れないんですよ、ダイニングテーブルに。で来たのが2ヶ月後でしたね。2ヶ月、だから立ち食いです、2ヶ月後。なるほどね。ダイニングの意味が全くないですね。そうそうそう、それもね、2週間ぐらい経ってマネージャーに言ったら、あ、それまた言うからって言って、でまた2週間後ぐらいにまた言ったら、ちょっとまだ来てないのみたいな感じで、でまあ言うからって言って、で諦めかけてた時にいきなり今から持ってくるみたいな電話かかってきて、で持ってきた日が大雨で、
もうびちょびちょのチェアが届いて6個で、そのうちの1つ多分急ぎすぎて落としたんですよ。要は車で落ちたとか言ってて、車の荷台に積んでてカーブ曲がった時に落ちたみたいな。で傷ついてきて、もう泥もついてて、でいやこれ泥すごいしもう破けてるよみたいな感じでこうやって出したら、あこれ新しいの明日持ってくるって言って一生持ってこなかったです。ちょっとさすがに心が折れますね。もうまあ別に5個あるしいっかと思ったんですけど、それはでも本当にやっぱそういうのは海外あるあるなのかなと思うのが、やっぱ同じようなのはあって、で俺らは契約書にサインして、なんか条件みたいなのを盛り込んでもらって、で、当時俺はその寮みたいなところに、一棟で借りてる、なんていうのかな、4階建ての2階から3階4階を選手にあてがうみたいな、でそれぞれ部屋があって、6人ぐらい、外国人選手6人ぐらいで住んでたんだけど、で、当時の契約には、Wi-Fi をすぐ入れると、結構田舎だったんで、携帯使えないととか、動画見れないとやっぱりリラックスもできないからっていうのでやってもらうっていう話だったんだけど、本当にいつまでも来なくて、で連絡したら、明日もう言ったから明日来るが、明日来るわけがなくて、で明日になって来なかったけど、いつ言ったら、いや、連絡してるから、ちょっと待っとけ。で、ちょっと待ってが、1ヶ月経っても誰にも来なくて、まあ、だそういう本当、なんやろ、時間の感覚っていうのは、日本人と外国人の方とは全然違うなーっていうのを感じたことは、怖かったエピソードっていうより、そのあたりの衝撃というか、約束がすごいルーズなのか、で、それも現地の人はあんまり気にしてないと。じゃあそのうち来るだろうみたいな、なんかうるせえな日本人みたいなことを多分向こうは思ってるんじゃないかなとかって思うことはやっぱよくありましたね。タイとオーストラリアもそれぞれ結構長く住まれてるかなと思うんですけど、そこで第4問目、その国の言葉を積極的に勉強しましたか。お二人とも英語とタイ語になるんですかね。田代さんは英語を勉強されたんですね。はい、勉強はしましたけど全然上達してないです。まあ、したんでしょうけどやっぱね難しいですね。もっと簡単だと思ってたのがまあバカでしたね、昔の自分が。こっちに来る時の条件がやっぱ英語を勉強したいっていうふうに言ってて、でたまたまなんですけど、そのウロンゴンウルブスっていうチームのスポンサーがウロンゴン大学っていう大学がスポンサーしてたんですよ。でそこに語学学校もあって、で雄三お前英語勉強したいならあそこと話しに行こうって言って社長に連れられて、で僕も本当に英語喋れないし何か何のことか分からずに連れてかれて、なんかバーって話してて、まあ語学学校行けるのかなみたいな感じで思ってたら、終わった後にこう握手してきて、雄三やったなみたいな、アンバサダー契約したぞみたいな感じで、だからお前英語ただで通えるぞって言われて、でウロンゴン大学っていうその語学学校カレッジの方のアンバサダーを3年やって、まあ学校通ったのは1年なんですけど、まあ、大学との関係は、まあ、その間ずっと、まあ、日本人の学生とかも来てたから、来た時にまあ一言ちょっと話してくださいとか。あれそっち、あ、雄三がその先生役というかで行った。あ、いや学生としても行ったけど、広告塔としてでも、そうそうそう、はい、アンバサダーとして要は日本にちょっとこう告知してくれみたいな、あと日本人が来た時にこういう選手もいるよみたいなのをちょっとこうアピールしてくれみたいな。すごい、クラブも大学もフレキシブルに動いてくれたってことですよね。めちゃくちゃラッキーなとこに行ったんですよ僕、運が。今はそういう定期的に勉強するとか、例えば学校に行くとかは
ないの？今はもう学校にも行ってないし、まあちょっとこっちに来てからそのコロナの間は、まあ、勉強してたけど、うん、なんかこう毎日この日課として勉強はしてないね今。やっぱもう環境が日本人のコミュニティだもんね、海外にいるといえど、うん、スーパー行くとかコンビニ行く時ぐらいね。そうだね、まああと、ね、まあ、生徒で OG の親とか。ああ、そういう時はもう英語だけで話すの？通訳の方がいてとかじゃなくて。いやいや、もちろん英語だけ。じゃあもう大丈夫じゃないですか。いやでもやっぱり分からないことは分からないよ。ある程度そのスクールで聞かれることとかって、まあ、決まってるから、うん、そこで普段の話になってなんか自分のことを結構言い出したりしたら、まあ、半分ぐらい分からなくなったりするね。ああ、例えば子供にアドバイスくれみたいなと言われると、うん、一気に難しくなるよね多分ね。まあそこまでだったらギリギリ、うん、じゃあ全然大丈夫だったな。いやいやいや、全然ではない。だからまあここまでいったらみたいなのがないから、まあ、タイ語もそうと思うけど。そうね、あの、まあ、日本語もそうだもんね、それを言うとね。いや本当にそうだよね。だからまあもうそこら辺で話してるのをちゃんと理解するっていうのはもうかなりのレベルだね。うん、ゆうぞ今オーストラリア何年目？今5年目。5年目。うん、で、俺もその習いに行ったっていうのはないんだけど、ゆうぞと違って環境がより嫁が大臣の嫁だったり、そうなのよ、そうなんです。が、まあ、ローカルのスクールがとかってあったりするから、英語で喋る、タイ語で喋る機会が多分より多いはずなのよ。そういうところでなんとなくこう耳で覚えてっていうのが今もやっぱり続いてて、だ文法がとか分かんないけどなんとなく伝わるみたいなのが今も続いてるんですよ。タイって文字がタイ文字じゃないですか。タイ文字は全然読めないですね。あれ難しいですよね、やっぱり。難しいも何も意味が分かんないですよね。あれは全然分かんない。やっぱ分からないんだ。タイ文字はもう何にも分かんない。いまだにゼロはゼロのまま。で、ってことはよ、ってことはやっぱり、なんか夢とか目標があれば、ユーゾーもそれこそ海外でやりたいっていうのがあって、今5年目っていうけど、言葉が喋れなくてもどうにかなるよね。まあ、それはそうだね。うん、それはやっぱ感じるかな。大丈夫か？今特に携帯電話とかもあるし、翻訳のアプリとかもあったり、でただ写真見せたらどうにかなったりするよね。ここに行きたいとか、これが食べたいとか、これが欲しいとかって写真見せたら分かってくる。一番最初は本当そうだったもんね。写真とりあえず貯めてとか、GPS で自分のホテルを記憶しててとか、なんか知恵もつくし、どうにかなるかが最初だった記憶もあるから、この動画見て、ちょっといろいろ海外をとか、視野を広げたい人は勇気持ってトライしてほしいなとかは思う。うんうんうん、気持ちですね、語学力じゃなくて。あっという間に最後の質問になりました。はい、5問目、海外挑戦の際はエージェントに依頼などされましたか？あ、こちらもお二人とも。田代さんは、もともとついて、はい、エージェントさんなんですかね。いや、もともとついてた方にもお願いしたし、はい、もう最初やっぱアメリカって言ってたじゃないですか。アメリカに強いエージェントがいなくて、はい、だからもういろんな方にお願いして言ったけど、結局練習参加できたのは小林大吾って分かります？小林大吾っているんですよ、僕らと同い年に。アメリカでずっとプレーしてて、今もやってるよ。今もやってる。そうだよね。結局彼にお願いして練習参加が取り付けられたみたいな。で、オーストラリア行くときはもう同じようにいろんな方に言ってたけど、結局ちゃんとした話があんまなくて、で、
その中で知り合ったオーストラリアのそれこそローカル、その NPL ってそのオーストラリア2部みたいなところでプレーしてた今谷さんっているんですけど、に、電話したらすぐ連絡取ってくれて、もうそれで数日でオファー来た感じですね。うん、いろんな方にも、結局はローカルで一番信頼できる人が話を持ってきてくれたみたいな。いろんな人が間に入ってくる、入ってこようとするわけじゃんか。もちろん雄三ぐらいビッグネームだと、どこも欲しいってなる、どこも商品として価値を生み出しやすいってなると、いろんな人が話を振ってくれると思うんだけど、騙されそうになったとか騙されたっていうエピソードで、もちろん名前は出さなくていいんだけど、ある？なんか騙されたってより、なんかうまく利用されたのは日本の国内移籍であったけどね。まあ、日本で J リーグ内でとか。そう、まあ、うん、それもなんか、まあもともとなんか怪しいなっていう感じだったんだけど、うん、まあ、これいいのかなって感じだけど、まあ、名前出さなかったら、チーム名も出さなかったら、うん、それを そのエージェントが選手に降りてこないものを何か持ってってた。まあ、なんかあれだね、要は強化部長と組んでた感じだね。ああ、まあそれはね、もうあるだろうね。まあ、海外とかだったらね、あるかもしれない、うん、ちょっと国内でそれはないんじゃないかなと思ったけどね。要はなんか給料とかも勝手に聞き出されて、でイーグルのオファーで、でしかも間にもちょっと入っててみたいな。そうですね、日本でもそういうことがあるっていうのもちょっとびっくりしました。逆に海外では、そのアメリカとかオーストラリアではなかった？はないね。ないねっていうか、まあ自分の契約のことだから、まあ、あとは自分で話し合っただけで、その後は2年目とかは、まあ変わらずで全然大丈夫ですみたいな感じで言って、そのまま契約継続しただけだから、別に間もいなかったし。うん、まあ、現地のエージェントにとか現地の選手に必ず相談はするもんね、うん、どんな感じ、レベルどうとか環境どうとかっていう話はしてから誰か紹介するよってなることがやっぱ多いような気がする。うんうんうん、と本日はオーストラリアとタイのサッカーの違いについてお伺いしてきました。結構、まあ、似ているところもあれば、まあ、違うところもあるということで、結構参考になった方も多いんじゃないかと思うんですけど、田代さんは今、オーストラリアでエージェント事業も計画されているということで、挑戦したい選手たちにメッセージをお願いします。はい、そうですね、今やっぱコロナの状況でオーストラリア自体に今入ってこれないんですけど、で僕ら2020年の2月にメイト FC っていうサッカースクールをスタートして、でまだ1年のクラブなんですけど、まあ、規模も徐々に大きくなってきて、で働いてるコーチたちもローカルでみんな活躍しててすごい、で8人コーチいるんですけど、まあ、彼らがすごいやっぱパイプも持ってるし、で僕自身もこっちでプレーして監督もした、あ、監督というかアシスタントコーチもしたので、エージェント業も、まあ、ボーダーが開いたら始めようと思うので、まあ、オーストラリアに興味がある選手がもし、まあ、今後、まあ、いると思うんですけど、いたら、まあ、僕のことを思い出してもらい、メイト FC を、検索していただいたら手助けできたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。田代さんのコンタクト先は概要欄にも掲載していますので、ご興味ある方はぜひお問い合わせをいただければと思います。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。田代さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。